もちぶん。はい、ということで今日は何をするでしょうか。はずれ。今日は踊ってみたをしたいと思います。はい、この間ですね、30万人記念で質問をたくさん募集したんですけど、もうやってほしいことみたいな、その時に踊ってみたも結構多かったので、今日は踊ってみたを踊りたいと思います。この間コムドットさんとコラボ、今も出てると思うんですけど、コムドットさん側の動画で歌ってみた、歌ってみたかな、歌えるかみたいな、サビ早歌い、サビ早歌い、サビ早歌をやって、その時に結構 AKB の曲がたくさん出て、それには私も何気に早めに歌えたので、今日はそれのね、踊ってみたバージョンをやりたいと思ったんですけど、踊ってみたは全然踊れなかったので、今日はちょっとね、特別に振り入れを申してもらって、5曲 AKB48 の可愛らしい振り付けの曲を私がね選んで踊りたいと思います。メドレーになってるんですけど、意外と可愛い振り付けなのに、やっぱり踊ってみるとめちゃくちゃ大変なんですよ。見てる側だと可愛いって感じなんですけど、踊るとやっぱ大変ということで、最後顔がね、もしかしたらやばい感じになってるかもしれないんですけど、今日は頑張って踊りたいと思います。多分ね、テレビであんまり踊らなかった振り付けとかも出てくると思うので、そこら辺も楽しんでいただければいいなと思います。それではどうぞ。感じます。
100回ぐらい踊りました。100回ぐらい踊ったわけに見えないかもしれないんですけど、もう私の中での一番いいものがご覧いただいたと思います。もう私ね今限界でした、これが、はい、でも久しぶりに踊ってみて、テレビで何回も踊ったことある曲は体が覚えてる感じがしたんだけど、その当時から自分オリジナリティで踊っちゃったところもあったので、逆に今日振り入れしてもらって、あ、ここの踊りこんな感じだった初めての踊り出てきたんですけど多分ね現役時代よりも今日の方が正しい振りなので、後輩の皆さんはぜひね、私が踊ってる振り付けはだいぶ間違えてて申し訳なかったなと思うんですけど、新しくこっちを見て参考にしてくださいはい、では先生にね、ちょっとここの振り間違ってるよっていうのを何回も注意されて、やっと初めてのやっとね、ちゃんとした振り付けを知ることができましたこれからはちゃんと振り付けをしてもらえるようにしたいです。まとめが意味なかったんですけど、疲れすぎて、まあ、でも有酸素運動ってすごいいいなと思って、あの汗かくこと普段ないからサウナとかも行かないんで、こうやって運動して汗をかいて、あのすごいアイドル曲って素敵だなとも思いましたし、楽しかったです見ていただいた方があの喜んでいただけたものになったらよかったかなと思います。はい、ということで休憩させてください。じゃあ次の動画でまた会いましょう。やっぱりダンスって見てると簡単そうに見えて、踊るとめちゃくちゃ難しいってことが分かりました。